皆様こんばんは。幕末を駆け抜けた美女たち、今回はこちらの女性をご紹介いたします。もし興味深いと感じていただけましたら、チャンネル登録もお願いします。陸奥亮子。まるでハーフのようなはっきりとした目鼻立ちに、しなやかさを感じる凛とした佇まい。こちらは霊利な政治手腕でカミソリ大臣とも呼ばれた陸奥宗光の妻、陸奥亮子です。幕末維新の志士、陸奥宗光と結婚。陸奥亮子は江戸時代末期の安政3年1856年11月、旗本金田仁美の庶子として江戸に生まれました。庶子とは正妻でない女性、例えば側室、妾、愛人などが生んだ私生児であり、正妻が生んだ嫡子に比べて立場が弱いことがほとんど。幼い頃から美貌で知られた良子は、正妻から妬まれたのか、明治の初めになると13から16歳で東京府新橋柏屋の芸者に出されてしまいます。実の母親が生きていればそんなことはさせないでしょうから、おそらく亡くなっていたと思われます。もしくは金田家から援助を断ち切られて困窮した母親を養うためだったのかもしれません。いずれにせよ、芸者となった良子は小鈴という名で座敷に上がりました。板垣退助に愛された個性と並んで、新橋の装備人と呼ばれ、新橋で一二を争う美貌の名義として人気を呼びましたが、下流界に身を置きながら男嫌いという評判もあり、身持ちは固かったそうです。そんな良子は明治5年5月、当時浪人中であった陸奥宗光と結婚します。宗光は紀州藩士の家に生まれ、幕末は尊王攘夷の志士として各地を奔走。坂本龍馬をして、二本刺さずに食っていけるのは俺と陽之助だけと言わしめる才覚を発揮しました。明治維新がなった後は兵庫県知事や神奈川県令、地租改正局長などを歴任するも、薩摩長州による藩閥政治、政権の私物化に憤り、官職を辞していたのです。これからは薩摩だ長州だ官軍だ俗軍だなどと言わず、すべての日本人が一致団結して欧米列強に立ち向かわねばならぬ。そのためには皆が主体性を持って政治に参加できる体制を作らねばならぬ。良子はそんな宗光の高い志と情熱に惹かれたのでしょう。時に良子は17歳、宗光は29歳、一回りも違う年の差婚ですが、日本の未来を切り開く志にあふれた宗光の魅力は、それを埋めて余りあるものでした。なお宗光は先妻の蓮子、芸妓出身が2月に亡くなっており、同年の5月に良子と結婚をいたしました。先妻の残した子は長男の広吉と次男の純吉でありました。離れ離れの日々。結婚の翌年明治6年には長女のさや子も生まれ、家族5人で幸せな家庭生活を送っていた良子たちでしたが、明治11年に宗光が逮捕されてしまいます。容疑は政府転覆活動の共謀。明治10年に西郷隆盛らが起こした西南戦争に加勢するべく活動していた土佐派の不平士族、林雄三、大江拓良と密通していたことが発覚したのです。悔やむまいぞ。これも藩閥政府を打倒するため、西郷先生の義に応えぬわけにはいかなかったのだ。あなた。まったく、夫が夢追い人だと苦労させられるのは今も昔も変わりませんが、動揺する良子を戒めたのが姑の伊達政子でした。ひとたび天下に志を立てたなら、一度や二度の入国ぐらい通過儀礼ではありませぬか。生粋の武家育ち、昔気質の政子は着物座り方が違っていました。まああの子も一回り大きく成長してくるでしょうから、
私たちはしっかりと家庭を守って帰りを待つとしましょう。はい、お母様。やれやれ、今時の若い者ときたら大した覚悟もなく成功だけを夢見るんだから。そんな老人たちのぼやきが聞こえてきそうですが、ともあれ良子は雅子と共に獄中の夫を支え続けたのでした。ちなみに宗光に下った判決は除族、士族の身分を剥奪の上で禁錮5年のところ、特赦によって4年で出獄。良子とやり取りした手紙の数々は夫婦の深い愛情を現代に伝えています。かくして明治15年に出獄した宗光ですが、伊藤博文の勧めで明治16年から明治19年にかけてヨーロッパへ留学することになりました。西欧の実情を見れば君も彼らに学ぶところ大とわかるであろう。帰ってきたと思ったらまた出て行った。良子のため息は察してあまりあるものの、これもまあ成長の糧。心よく送り出すのが妻の務めと心得て、けなげに家庭を守り続けます。この時もまた夫婦でたくさんの手紙をやり取りしたことは言うまでもありません。社交界の花。さて、ヨーロッパ留学から宗光が帰国、政界に復帰すると良子夫婦は社交界デビューを果たします。当時伊藤博文や井上薫らは日本の欧米化を進めることが不平等条約を改正できる有効な手立てと考え、その一環として建設された鹿鳴館に日本の紳士淑女を集めたのです。かの有名な鹿鳴館です。本当にこんな猿芝居でうまくいくのかはともかく、お召しとあらば仕方ありませんね。生来の美貌と才智、そして芸者時代に培った優美な物腰などによって外国人から好評を博し、伯爵戸田氏孝の夫人貴和子と共に鹿鳴館の花と歌われたのでした。明治21年には中米公使となった宗光に同行してアメリカへ渡り、その美貌、個人的魅力、話術によって第一等の貴婦人と歌われ、ワシントン社交界の花、中米日本公使館の花と称され、社交界の花として名声を得て、夫の外交政策、陸奥外交を大いに支えたといいます。しかし幸せは長く続きませんでした。明治26年には一人娘のさや子が亡くなりました。またその後明治30年には夫宗光と死に別れました。宗光の死後、彼と祇園芸者との間に生まれた金田冬子を引き取って養育。良子の心中は複雑だったでしょうが、かつて自分が本妻ママ母から疎まれる辛さを知っていたからこそ冬子を受け入れたのかもしれません。そして良子自身も明治33年8月15日に病死、45歳の生涯に幕を下ろしました。冬子は広吉の養女として引き取られますが、明治37年に亡くなります。その美貌で人気を博し、陸奥宗光の志を支え続けた良子の生涯を振り返りました。苦しい時代を乗り越えて日米社交界の花となった陸奥良子ですが、こうして見ていると華々しげな人生の後半よりも苦しかったであろう前半の方が幸せだったのかもしれません。いかがでしたか？面白いと感じられましたらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた次の美女でお会いしましょう。